それでは、前回に続いて、今回は腰回りのエクササイズをやっていきたいと思います。で、比較的ここを動かさないでやっていくっていう、のをテーマにしてやっていこうと思うので、基本的には呼吸を意識してもらうのがベースになります。で、まずはこの肋骨周りを柔らかくしていきましょう。で、この辺がこう固まってこうなってくると、だんだんここが縮こまっていきます。骨盤と肋骨の距離感がだんだん縮こまってくるので、すごく腰へ負担がかかる状態になるので、そこを引き伸ばしながら、で、胸も広げながらっていう感じで、やっていきます。じゃあ両手を上げて息を吸います。で、手を外側に向けながら息を吐いて、吐きながら肘を下ろします。これを、まず5回やっていきましょう。1、2、硬い人だとちょっと前に手が行くと思うんですが、できるだけ自分の中でできるだけ、しっかり広げてもらって、3、4、5で、しっかりと、下げるときにこのペコッとこう下げるようにならないように、脇と肘を下に下げるようなつもりでしっかりと下げていきます。こうならないように注意です。しっかりと下げていきます。では、続いては手のひらを外に向けて軽く広げてもらって、手の体が真横かやや後ろぐらいに広げてもらって、吸いながら手をより後ろへ持っていきます。で、吐きながら戻す。これを、で5回いきましょう。1、2、3、4、5。この2がとりあえず、準備運動と思ってもらってやってみてください。それでは次は仰向けに寝ます。で、寝た状態の方がこのお腹周りが安定しやすいので、まず寝た状態からやっていきます。で、手足を上げます。この時に腰が反りすぎになったり丸くこうなったりとかしないように、股関節を曲げて、で、両手を上げてっていう感じでやってください。軽く床につくのは OK です。こうなって反ってしまわないようにだけ注意してください。では、この状態から息を吸って、お腹を引っ込めながら左足を伸ばして右手を頭の方へ、で、吸いながら戻す。で、また吐きながらこの反対、右足左手で戻ると。これを、では5回ずつ計10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、
パンチ。九。十。まあとりあえず、今回の回数はとりあえずやってみてください。楽な人はどんどん増やしてもらって OK です。で次はできる人はちょっと足を伸ばします。で両手を上げて、でこの状態で片足下げます。で戻して吐きながら下ろす。で吸ってあげる。これを10回繰り返します。3、4、5、6、7、8、9、10。できつい人はこの膝のを曲げた状態でスタートしてもいいと思います。すぐ下に下ろすんじゃなくて、ちょっと遠めにこう下ろすようなつもりで、曲げ伸ばしを入れるような感じで吸って吐きながら足をちょっと遠めに下ろして戻す、遠めに下ろして戻すと。でこの時しっかり呼吸も入れて、やってください。なので、テンポとしては呼吸が自分で意識しながら吸ったり吐いたりが意識できるテンポでやってみてください。早すぎても、この呼吸が意識できないし、このゆっくりすぎるともしかしたらきつすぎるかもしれないんで、その辺はテンポを自分でしっかり呼吸を意識しながらできるテンポでやってください。であと回数も、回数を多くするというよりはしっかり呼吸を意識してお腹をこう引っ込めた状態をキープできるっていうのを意識しながらできる回数でやってみてください。じゃあ次この膝立ちでいきます。で膝立ちの状態でお辞儀をします。でこの時に、反ってしまったりとか丸くなってしまったりとかしないように、ちょっと最初のこの胸の呼吸を入れてもいいと思います。ちょっとしっかり上に伸ばして戻すと。で伸ばした状態をちょっとキープして、吸って吐きながらお尻を後ろに引きます。で戻します。で吐きながら吸いながら戻します。これはとりあえず5回いきましょう。1、2、3、4、5。ね、楽にできる場合は両手を上に上げて強度を増します。であとここの周りの柔らかさであったりとかもついてくるので、慣れてきたら両手を上に上げてやるのをおすすめします。さあ次、これ何回か紹介していますが、この状態で、はい、息を吐きながら後ろへ倒れます。でこの時前に手をこうやっておいた方がバランスは取りやすいと思います。後ろにこう倒れてしまわないようにとか、倒れるのを怖がってこう丸くなってしまわないように、まっすぐを保てる範囲で後ろに倒れてもらって戻ると。それではこれも5回いきます。吐きながら倒れる。1、2、3、4、5。
4。で、これでここを安定させながら最初ので曲げる力、そして今伸ばす力っていうのを、ね、つけていきました。 できるようになったら今のを例えば立った状態でこうやってやったりとか、これも膝を曲げながらこうやってやったりとかしていくといいと思いますが、腰に負担がある人は、まずは寝た状態、そして膝立ちの状態、もしくは座った状態なんですが、だんだんと立った状態に近づけていくっていう方が安全なので、まず寝た状態で慣らしていくこと、そして次起き上がるんだけど膝立ちであったりとか、椅子に座った状態っていう風に変えていきます。なのでこの辺、ここまでをしっかりできるようにしてみてください。で、そうすることで次にと最終的に覚えたいのは、こういった腰の振りの動きではなく、こういう動きができるようにしていきます。で、まあ膝立ちまでできればこの動きができるので、これを小刻みにしていけるようになればいいかなと思います。で、この状態であったり、もっと低かったりとかすると思うんですが、もっと低かったらこういう状態から、まあ大げさに言うとこういう動きになるかなと思います。低い位置での足をちょっと広げて、低い位置での曲げ伸ばしになってくると思うんで、まあ立った状態で、鍛えなくても低い位置でこういう動きが取れればいいかなと思うんで、その辺を、鍛えて、自分の体に合わせて鍛えていってもらったらと思います。ということで、今日は腰が痛い人のための、腰振り強化法でした。ということで、また、リクエストや質問あればそういったのに答えながら、やっていきたいと思うので、よかったらチャンネル登録をしてコメントよろしくお願いします。あと動画の高評価と、SNS でシェアなどもお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。